昼飯かー、もうそんな時間か。まあ、午前は頑張ったことだし、午後に向けてたらふく食べて体力をつけておくとするか。と入っても自分で作った弁当ではない。まあ、そこまで弁当を作れるスキルもない。仕事と付き合っているからだろうか。まあ、コンビニ弁当、普通に毎日食べたら飽きると思うレベルだが。こうして昼飯にこだわりがなければコンビニ弁当で満足できるのだ。バリエーションもそこそこあるわけだし。とまあ、僕はただただ仕事をしていくだけの人生でいいのさ。そして来たる時に死んで、来世で会いましょうだし。なんか損もしていない人生だと思うんだよね。自分で言うのもなんだけど。って、昼間っから何を一人でつぶやいているんだった。昼飯も食べ終わったことだし、そろそろ仕事に戻るか。忘れ物はしていないな、僕、よく忘れ物しちゃうんだよね。ようやく終わったぞ。今日はそこそこ遅くなったが終電までには間に合いそうだ。しかし僕のやる気がうなるのかして、今日はいつもより倍のスピードで進んだかもしれない。だから上司にも褒められたよ。さて、帰る準備をして。帰りがけにどっか寄り道でもしようかな。普段ならまっすぐ帰るのだけど、それがもうパターン化して、しばらくは娯楽というものを楽しんでいない気がするんだ。頑張ったことだし、自分にご褒美というものを与えてやろう。そうだな、何かうまいものでも食べれたらな。あれ、ないぞ。おかしいな。ずっと入れておいたし、何度も確認した。これは、まさか、まさか、まさか、物を落としてしまったようだ。いやいや、あれは落としたらダメなやつだよ。近々行うプロジェクトの会議に絶対必要だし、あれがなかったら話も進行できなくなる。探せ、何としてでも探し出せ。ああ、なんでこんな時に限ってなくすんだ。僕のおたんこなす。デスクには置いてない。カバンにもない。床にも落ちてない。くそー、どこにもないじゃないか。あんなにも確認したのに、なんでなくすんだ。はい、なくしましたで済むようなものじゃないんだ。せっかく早く帰れるというのに、盛大にやらかしたよ。ああ、爆裂風船。こうして必死になくしたものを探し出したが、どこを探しても見つからないし、出てこない。僕は今日あったことを思い出そうとした。もしかして昼飯を食べた、オフィス街か。しかしそこまで探していたら、終電に乗れないぞ。今日は諦めて帰るか。はぁ、はぁ、間に合った。よかった、まだまだ余裕はあったな。しかしよりによってなくすなんて、気分が急に下がってしまったよ。いいことがあってもちょっと悲しいことがある。誰しも一度は経験するよね。でもそれがなんだ、それくらいで落ち込んでいても意味がない。メンタルがガラスのように割れてしまってはどんなことにも適応できないし、能力も衰えてしまう、がむしゃらにこらえるしかないんだ。よし、なくしても明日、オフィス街を探せばきっと見つかるはずだ。今日は気分を変えて、何か楽しいことをするぞ。ちょっと、今、いいですか？後ろから返事をかけられたようだ。振り返るとそこには場違いのような気もするが、巫女服を着た、女性がいた。巫女さんだろうか。なんで着替えてないんだろう。そんな服じゃ、歩きにくいし。まあ、普段着のように着こなせているのなら大丈夫なんだろうと思うけどさ。そこで女性は手に何か持っているようだ。僕は落とし物？押したが、何か持っている。すると女性はそれを僕に見せつけてきた。何か落としていたみたいです。それを拾っておきましたよ。誰かに盗まれたりなんかしたら大変でしたでしょう。女性が持っていたというか拾ったのはまさしく僕が探していたものだった。どうやら僕が落としたのを拾って、そして僕に声をかけられるタイミングを伺っていたのだろうか。あ、ありがとう。それはまさしく探していたものだったよ。ああ、なんだかお礼をしたいよ。いえいえ、当然のことをしただけですよ。お礼ですか。もししていただけるのならしてもらいたいですね。ああ、お礼をするよ。それじゃあ君を連れて、どこか美味しいものを食べていこうかな。ちょっとおせっかいになるかもしれませんが、私のお願いを聞いてくれませんか。お願い？お願いしたいことがあるんです。実は何度かいろんな人に話しかけていたんですけど、いつも断られてしまって。そこであなたに声をかけました。あなたの落とし物を拾いました。そのお礼というかお願いを聞いてくれませんか。どうか私のお願いを。どうか。ぐいぐいと来るもんだな。当然お礼のつもりで聞いてやるよ。今のでちょっとは仕事の疲れも吹き飛んだし。で、お願いとはなんだ？お仕事で疲れているんですよね。でしたら、そのまま自宅へ戻られるよりも私の住んでいる町に行って、お泊まりしませんか？泊まりって？突然そんなことを言うのか？僕たち初対面なんだ。それはいきなりすぎると思う。いくらお願いだったとしても。それに隣町に行くって、別に明日休日でもないし。
仕事もあるんだ。そこは大丈夫です。ちゃんと会社まで送ってあげます。なので今日は私の家に泊まりましょう。女性に言われるがままにそのまま隣町行きの電車に乗ることになった。普通に考えてみて、初対面で泊まりに来てくださいなんて言われたら不審に思うだろう。でもこの時の僕はとっさに怪しんでもそのまま言葉を飲んでいたんだ。今振り返ると、すぐに判断できただろう。まあ、泊まるくらいならいいか。ここが私の家です。さあ、どうぞお入りください。しかし、巫女服を着ているなら巫女さんだし、着替えもせずに一日中で歩いているのか。気になってしまう。女性に案内されるがままに中へ入った。すると玄関に誰かいるようだ。当然、彼女の両親だろう。玄関に入ると、両親がこちらで見ていた。事前に来ることを連絡していたのか。なんだか歓迎されているようだ。お、これが娘が呼んできた客か。随分と立派だな。そうですね。スーツを着込んで身だしなみも整ってます。娘の選ばれし者ですよ。お母様、お父様、お連れしました。今日一日、お泊まりを許してもよろしいでしょうか。なぜか両親に対しても敬語を使っている。そういう家庭もあるにはあるが、呼びも様付け。それにお連れしました。って、どういうことだ。両親の目つきもなんだかギョロリと見ている。蛇に睨まれたカエルのような気分。まあまあ、あなた、娘のお連れしたお客様です。もてなして、あげましょう。そうだな。娘もいい男を見つけたことだ。なかなかできなかったんだ。だから私たちで祝ってあげようじゃないか。突然、意味不明な会話をし始めた。僕はただこの女性のお願いを聞いて、泊まりに来た。でもお願いにしてただ泊まるだけなんてのもおかしな話。明日になれば会社に送ってくれるそうだが。君は初めてこの家に来ただろう。安心しなさい。私たちが歓迎しよう。さあ、奥の部屋に来てもらおうかな。頭がモヤモヤしてきた。そう言われるがまま、奥の部屋に移動する。立派な和室に案内された。来客室みたいなところだった。こんなに立派な部屋があるのなら富裕層の人間だなとすぐに分かった。女性もお嬢様育ちなのかもしれない。すると向かい合うかのように座った。漢字で言うと見合いというか結婚の挨拶みたいな感じだった。しかし、ただ泊まるだけなのになぜこれを？ふふふ、娘から話を聞かせてもらっている。立派なスーツを着て、そして、仕事を頑張っているようだな。それなら将来性を見込めるし、即戦力となるだろう。私も退職はしたが君みたいにバリバリなビジネスマンだったのだ。娘は今は巫女として頑張っていられる。でも一人じゃ寂しく、私たちでなんとか励ましているが、それも限度があった。しかしとうとう、嬉しい報告ができたというわけだ。そうですね。娘も喜んでいましたもの。それに私たちも歓迎するべきことでした。この場を借りて、あなたの歓迎をいたしましょう。やっぱり何を話しているのか意味不明だ。歓迎されているのはいいが、わざわざ和室に通らせて、こんな話をするのか。すると父親は変なことを言い出した。娘と婚約するなんて、めでたい話だ。娘はもう一人じゃなくなるし、頼れる君がいて安心だ。私たちも君と娘の婚約は歓迎するよ。そうですね。それに可愛い子宝に恵まれることでしょうし、我が一族がより大きく華やかになることでしょう。あ、素敵ですわ。ありがとうございます。私、ようやく見つけ出すことができたんです。この人が運命の人だと。なのでこちらに連れてくることができて、よかったです。どうやら僕は、無理やりというか、勝手に婚約させられそうになっていることだと気づいてしまった。だから和室に案内されるんだ。それを聞いて、僕は怖かったよ。なんでうちらの女性の家に案内され、その家族に歓迎されたと思えば、まさかの婚約の話。ふふ、安心しなさい。娘は君を支えてくれる。明日は、君と娘の結婚式としよう。場所は私たちの親戚が住んでいるある村で行う予定だ。婚約の話はこれで済みましたね。さあ、2階に行って、そろそろ寝ましょうか。どうしてこうなったんだ。しかも明日、ある村で結婚式を、行う。なんで、なんでこうなるんだ。今すぐこの場所から逃げ出したかった。だから僕が黙って玄関に向かおうとすると。何しているんですか。さあ、2階に行って寝ますよ。なんで、僕は君と婚約しているんだ。意味不明だ。僕は君のお願いを聞いただけだろう。別に婚約するなんて話は。私のお願いを聞いてくれましたよね。確かに私の家でお泊まりしてくださいと言いましたよ。でも私の家に泊まることで私たちは婚約し、結婚できるというわけですよ。
お父様もそうやってお母様と結ばれたんです。ですから私もこうしてあなたと結ばれる時間を作ったわけですよ。当然教えてはいけないと言われていましたし。まあ、そんなこと気にしなくていいですよ。一人身でしたし、私と一緒になれば華やかになりますよ。あなたが落とし物をしていなかったら、出会っていなかったかもしれません。でも落としたから、出会いを作ったのかもしれませんね。だから、二階へ行きましょう。明日は結婚式もありますし。この時、僕は放心状態になっていただろう。でもこんなことで結婚はしたくない。そう彼女に伝えたのだが。そんなこと言っても遅いですよ。私たちはもう結婚します。泣き寝入りするなんて後悔もありませんもの。さあ、そうやって抵抗しても無駄ですから。目が覚めると見たこともない場所にいた。そこは立派なお屋敷の庭だろうか。親戚がいると言っていたし。でも僕は寝ているうちに勝手に連れてこられたのだろうか。まったく、どういう理屈が通ったらはい、結婚だなんてトントン拍子に進むんだ。普通に考えて、強引な気もする。周りも誰もいなさそうだし、声もしないぞ。ということは、今なら逃げられるんじゃないか。そうだ、僕は婚約も結婚も望んでないし、早く自宅に帰りたい。今、どこにいるかわからないし、なぜか僕のカバンとかも見当たらない。だがいい、壁をよじ登って外に出よう。そう思って、出ようとしたら。何やってるんですか？そっちは出ちゃダメですよ。彼女に見つかってしまった。だが僕は冷静になり、結婚しないこととここから出ることを伝えた。ダメです。あなたと結婚するんですよ。今から着替えてもらいますし、準備をしてもらわないと。気迫を巡らせたような表情をする彼女。でも僕は冗談じゃないと思い、そのまま出ようとしたが、そこに父親が出てきた。おやおや、何動いているんだ。そっちはこの屋敷の関係者しか入れない。娘もいるようだな、ちょうどいい。君には準備をしてもらおうか。お父様もそう言っています。さあ、準備をしてください。お父様、どうかこの人が逃げないように何か対策を。そうだな、ガードをより一層固めるところだった。今日という今日は、何としてでも式を行わんとならん。君も美人な娘と結婚できるのなら光栄だろう。無駄な抵抗はやめて、準備をしなさい。父親の顔つきはいかつく、僕もちょっと怯えてしまいそうだった。昨日見た時よりも、風格が違っていた。すると父親は僕を押し込みながら部屋に連れて行こうとした。ここで抵抗したら、殴られる勢いがあるかもしれない。大丈夫だよ。お父様が案内してくれますよ。さあ、準備をしてくださいね。何も置かれていない部屋に連れて行かれた。すると父親は僕を見つめてきた。なんだかこの場にいたたまれない気持ちになった。すると、沈黙していた父親の口が開いた。さあ、そこに横になれ。今から大切な娘との式がある。その前に下準備の処理をしておこう。え？すると突然、僕は思いっきりぶたれたような気が。する。そして意識が遠のいていった。お父様。やりましたね。うっふ、目覚めて、逃げ出そうとしていましたもの。そうだな。そろそろ処理しよう。しかしこんな平凡なサラリーマンでもそこから取れるお肉は新鮮だよな。そうですね。私、この人のお肉が食べたくて、この日をずっと待っていました。もちろん、式というのは儀式というもの。親戚。家代々はこうして好きな人を見つけて、無理やり婚約し、そして式を行って、そこから生贄になってもらいます。次は誰が生贄になるのかな、楽しみー。